エドモントン市中央空港は、カナダ、アルバータ州エドモントンに2013年まで所在した空港。北は、イエローヘッドトレイル、南は、キングスウェイ、西は121ストリート、東は、北アルバータ工科大学に接する。エドモントン市中央北部に位置し、総面積はおよそ144エーカーである。同空港は、ケネス・アレクサンダー・ブラッチフォード元市長にちなんで、 ブラッチフォードフィールドと命名された。エドモントン市中央空港と命名される以前は、エドモントン市営空港として知られていた。エドモントン市中央空港は、チャーター機及び非常時の医療輸送、北部への供給ゲートウェイとしての主要空港である。2009年7月8日、市議会にて空港の段階的閉鎖が決定され、まず2010年に滑走路16、34が、 閉鎖、2013年11月30日をもって、完全に廃止となった。土地は一部は隣接する北アルバータ工科大学が所有し、残りは主に住宅地となる予定である。2010年までの特設コースのレイアウト2011年からの、特設コースのレイアウト2005年から、同空港では、チャンプカーワールドシリーズの一戦、エドモントインデが開催され、 毎年特設のコースが設置された。チャンプカーはインディレーシングリーグと統合したため、2008年から2012年まではインディカーシリーズとして開催された。急レイアウトが使われた2011年までは世界でも珍しいコース全域が現役で稼働する空港の滑走路に置かれるサーキットであった。2011年には滑走路16、34の 閉鎖に伴いコース自体がそちらに移され、全長2.256マイル13のコーナーを有するものとなり、また空港の存続部分とは完全に分離される形となった。しかし、スポンサー不足により2013年のレースは開催されず、そのまま空港の閉鎖とともに歴史に幕を下ろした。最大の特徴は全長3、4マイルのホームストレートで、 ここでの最高速度は 200mph に達する。その手前には 180mph に達するバックストレートがあり、この2本のロングストレートはヘアピンカーブでつながれている。また、ハードブレーキングが要求される1コーナーやもう1つのヘアピンカーブの5コーナーもあり、ドラフティングとブレーキングの両方でオーバーテイクを試みることができるレイアウトになっている。 カナダフライトサプリメント2008アニュアルレポートフィナンシャルズハットトータルエアクラフトムーブメンツバイクラスオブオペレーションナブカナダタワーズありがとうございます